してたんですけど、こんばんは。腹筋なんか真面目そうだよね私顔。まあね、もうちょっとでね、もうかちゃんも JK 卒業したのでね、ちょっと本物のうちにやっておこうと思います。あの、本物じゃなくなってもやるけど、本物っていうなったらいいあれがあるから、今のうちにいっぱい着とこうっていうあれです。前髪もカットしました。そう、横からがね可愛いんだよそう、こんばんは。卒業してもやるんかい。だって制服ってさ、卒業したら全然着れないやん。でもコスプレということで、みんなの前でなら着れるっていう素晴らしいものなんですよリボンです、下は。もうこれはね、あの、本物ではないんですけど、コスプレなんですけどそう、私セーラー服がめっちゃ好きだから、王道な感じのね、こういう王道な色のセーラーが好きなので。でもさ、これコスプレなんだけど、めっちゃクオリティ高くて、普通に本物みたいに見えちゃうんです。すごくない？ずっと JK でいて、しもかもずっと JK でいたんよもう卒業に行くの。学校帰り、学校帰りね、こんなちゃんと決めてないんですけどね風に吹かれてボサボサになって、なんかですが、そうなんだか、そう、結構前にお話し会で買ったやつです。そう、いつもはね、すっぴんで学校行ってるから、なんか違和感がある、メイクしてるとね。もうメイクをね、仕事中しすぎて、すっぴんの自分の顔見慣れてないんですよね最近。やけん、あ、なんか足りんって思っちゃう、鏡見たら発色がないのよね。みんなすっぴんだとそうだと思うけど。こんばんは。あ、そうだ、お話し会の直接がね、3時間完売ありがとう。 Thank you。 直接が人気みたいで、みんな直接会いに行きたいって思ってくれてるので、ありがとう、うん、だね。11月20とかも誕生日前なので、ぜひぜひ完売ね、釣りまた増やせるように、あの、頑張ります。外れまくりました、ありがとう。直接はね、あと1時間が1時間目があるので、朝やけ、おお、めっちゃ食べて1時間目なので、ちょっと来づらいかなとは思うんですけど、ぜひぜひ。オンラインの方も待ってます。直接だとね、ちょっと会話の内容聞かれちゃうんですけど、オンラインだと私と2人きりの内緒話ができるのでぜひ、あの、待ってますえへへ頑張ってね、あの、完売増やせるように、もかも頑張るのでお願いします。始発で今日はね、始発大変よね。でもまた直接も全完売できるように頑張りたい。1時間目だからね、なかなかみんなも応募しづらいんだと思うんだけどね。トシさん食べてたわ、ありがとう。これ何、お菓子？ロールケーキやん、美味しそう、ありがとう。食べてたわ。ヤミーヤミーヤミー。ちょっと待ってね。そうだ、昨日ね、
らっしゃって見せるじゃないかと。今日は持ってないかな。醤油さんとみゆさんいらっしゃったら、この間のタワーのですので、いらっしゃらんかな。ちょっとまたいらっしゃる。こんばん、こんばんは。かわいい、ありがとう。書いていくにゃん、書いていくにゃん。すごい、なんかさ、なんであれなんだろう、お菓子がいっぱいあるんだろう、美味しそう。ここら辺にいっぱいお菓子がある。なんか可愛くなってる。ギフトもめっちゃお菓子だらけになってる。なんでだろう。9月ってお菓子だっけ。みんなが私にお菓子くれる。私を太らそうとしてる。洋菓子ギフト、あ、そういうこと。ハロウィン何なんだろうね。でも結構早いよね、ハロウィン。9月だもんね、まだ。なんでだろう。でも嬉しい。あ、お菓子の日が毎月15日。あまり意味はない。なるほど。お菓子でお祝いした。あ、なるほどね。あ、期間限定の洋菓子ギフト。美味しそう。西洋菓子。美味しそう。ここのさ、アップルパイ。なにこれ、かわいい。皮がついてるお菓子もある。かわいい。かわいい。モンブラン。皮がついてるのが何個かある。ショートケーキ。いいショートケーキだ、これは。お菓子好き。9月19日シュークリーム、あ、そうなんだ。9月19日まだか、食べたいけどな。あさって台風みたいだけど、どうなんだろう。あさって私やんちゃんといるよね、東京に。でもそれまだ広島やっけ。シュークリームちゃん。何のケーキが好き。いちごタルト。でもいちごショートケーキも好きで、でもなんかぶどうタルトとか洋梨タルト、基本タルトが好きなので。チョコも好きだけど、チョコより生クリーム派。そう、生クリームの方が甘さ控えめの美味しいやつがあるので、私は結構フルーツ多めのショートケーキらへんとかタルトとか好き。でもモンブランとかも食べるようになった。あとなんだろう、いろいろ食べるようになった。アップルパイとかも食べるようになったし、レアチーズケーキも好きだし、あ、和菓子はめっちゃまだ好きです。まだっていうか、和菓子、でもどうだろう、タルトといい勝負ぐらい好きなんだよね、本当に。和菓子最近売り切れてたり、あんまり行けてないんですよね、お仕事で。うん、フルーツタルト好き。そう、チョコはね、甘すぎてね、ずっと食べれないってなっちゃう時があるので、アイスはチョコが好きだけど。そうそうそう、甘すぎて全部食べれないってなっちゃうから、チョコは。うん、めっちゃ食べれん。そう、美味しいんだよね。なんかあのシュークリームとかは甘さ控えめ系が好き。なんかクッキーシューみたいなのあるじゃないですか、ああいうのが好き。キルフェボンのタイプ、わかんないや。ミントアイス食べれない。ミント食べれないのよ。甘いもの好きなの。好きよけど、普通の女の子
子と比べたらそんな食べてないと思う、甘いもの。どっちかというと塩っぽい感じのお菓子とか食べちゃうから、だから多分女の子の中では甘いのあんま食べてない方。でもなんかちょこっと食べるのは本当に好きで、タルトとかはいける。そう、チョコアイス、あ、チョコケーキとかはねちょっとしか食べないけど、アップルパイ美味しいよね。甘酸っぱいってどんな味だっけ、あれ、これ違う、アップルパイじゃないっけこの曲、あれなんだっけこれ。こんばんは、こんばんは。なんか勉強してるみたいに見える。勉強してない、絵描いてる。もちゃん甘やかしてる。どしどし甘やかしてください。甘やかされるのが好きなので。ああ、ちょっと離れます。これを、宿題やってる感がある。でもやり忘れててちょっと困ったんですよ。うわーと思って、やばい、やってなかったと思って。モカはお家帰ってからいっぱいみんなと喋ってるからその時間がないの。言い訳。ループしとる？治った。ここの生活依頼ですか。ないでしょ。どんな感じのあれだったっけ、食べてのゲット。制服に合う？やったー。コスプレだけ、あのこれはこの、私はまだ一応高校生なんですけど、この服は本物じゃなくてコスプレなので、コスプレって書いてるよ。今頑張ってロールケーキ描いてる。本当に勉強してる子みたいになってる。ロールケーキ頑張って描いてるだけです。
もうスラスラとくの、音がスラスラしてるから。食べてたわ、ありがとう、もぐもぐ、おいしいこの先もずっと好きでいてね、ありがとう。わ、ロールケーキだよ。日曜日広島雨？マジか。雨か。日曜日。そうよね。ロールケーキください。はい。ありがとう。雨というか台風、そうやね、ありがとう。怖いな、気をつけて。ゴリラくんもそうだ、ゴリラくんも写真ないね。違うって言われた。リラックはリラックはになっちゃうんだよね、多分。ほらカバムスターみたいになっちゃった。リラックはまた画像見とくね。じゃない要素ゼロって。今日コスプレそうだよそうだよ、かわいいやろ。目に出てきそうなやつだ。今日はあなたの元にこのクマが。そう、でもよかった、今日ゆっくり配信できて。ちょっと明日からうわーっていう日々が続くので、ちょっともうか、ね、眠たそうだった、ごめんね。制服現役、年齢は現役だけど、この服はあれです、コスプレです前髪整える櫛は1日何回ぐらい使って、どうだろう、学校の時そんな使わないんだよね。今日もモンガー見た、可愛かった、マジで。もう見てくださったら分かると思うんですけど、モンガーが出てきてキュロンみたいな顔するのがほんまに可愛すぎて、10回ぐらい再生して叫んでた。明日ね、もしかして朝配信するかもって感じかな。一応ね、9時過ぎぐらいには着く予定なんですけど、朝寝てるな、寝てる。配信するとしたら6時台ですかね。明日のコメント動画、先輩から出てたでも私あのさセリフが長すぎてめちゃカンペって見てるんですよ。そう、
研究生ちゃんって、うん、なんか研究生、研究生ちゃんの方が可愛くないなんか、なんかなんとなく研究生っていう時もあると思うんですけど、研究生ちゃんって言ったら可愛いなっていうあれです。なんか私のなんかあれです。うん、やるとしたら多分6時台ぐらいですかね。ちょっとまだわかんない。新幹線そうちょっと乗り飽きてきたんですよ。とかちょっとね、なんかやろうと思って。こんばんは、こんばんは。そう。おしまいしていいよ。別に言ってはいないけれども。それは飛行機率いくつ？3人。グリーン車乗ってみたい、いっぱい。そう、明日土曜日か。そう、土曜日だ。最近ちゃんと早起きを頑張って。そう。制服見に来てくれた？グリーン車広い。広い。言ってはいない言ってないよ。ゆうさんいらっしゃる？タワーにおれ。チラチラ。こんばんは。本当だ、コメント。今新幹線の中、新幹線の中撮れそう？写真パシャパシャ、あのタワーの俺。もし無理そうやったらまた今度でもいいけど、あ、大丈夫だけど、でも今日制服着てるし今の方がいいかね。どっちでもいいよ。なんかそう、新幹線ってめっちゃ電波悪い時ない？私めっちゃなんか電波悪すぎてスマホ使えん時があるのよね。そうそう、トンネル多めすぎてさ。そう、トンネル入ると悪、わかる。本当にもうアニメとかすぐ止まるもん、あれみたいな。いつも見てます、ありがとう。矢田さんに似てる。本当に全然恐れ多いです。恐れ多いです。新幹線で Wi-Fi 飛んでるけどみたいな感じ。なんかあんまなんか見れないっていうか。あと10分ぐらいいいよ。また教えてね、コメント。制服コスプレと聞いてきたよ。制服コスプレじゃなくても来てください。明日もアニメ見るの？うん、アニメ見たりちょっと課題しとり、お礼のやつ書いたりとかですね。でもちょっと寝ちゃいそうだな。岡山らへんはトンネル少ない。あ、そうなんだ。あんま気づかなかった。いつもさ、あれドア閉めてるから何も見てなかった。次は制服の時に行く。あいでもあれですね、課題っていうかね、私授業明日から行けないから、なんかその分の漢文のあれ持って帰ってきたので。秋アニメね、あんまりわかんないんだよね、まだ。仕事先渡らないよ、お帰り。ドアじゃないね、窓か。窓です。次は、うん、でも明日さ、結構あの2部あるじゃないですか、あのギガギガソニックが。だから結構私もこんがらがりそうで、
なのでそっち多めにしようかな。やっぱねえ、あの盛大な間違いをすると恥ずかしいのであのちょっともう見直しって感じで、瀬取りとかはね今日授業中に書いてみたんですけど、あ覚えとるやんと思って、うるせえやつら、見たい見たい、秋アニメあるんだ。スパイファミリー楽しみだね。そう、今回人数少ないので2部あるのでちょっと頑張ります。シェドリかくささささって。でも今日は現代文で当たっちゃって、ちょっと私その課題終わってなくて無言でみたいになって飛ばしてもらいましたそう、551の肉まんと肉のおじさんのチーズケーキいいなー、私チーズケーキ食べたことない。だって昨日はみんなとねお話ししてたし、七並べみんなとしたしさ、メールみんなにねあの今日の出来事とかを送って満足して寝たよねもう大満足して寝てたら、あこれやらなきゃいけなかったそういえばと思って、あの当てられて全然わかんなくて、しかもなんか久しぶりっていうかそのですね、私そのお話一回も読んだことないまま授業に参加していたので何かもわからないまま解いてたんですけど、まあ読んだらね多少わかるけど全部読む時間もないから読んでなくて、ちょっとパッと答えることもねできなくて、そうお話読んでたらねあれなんてもうね一切出てなくて、授業になんか結構何時間もやってたらしいですけど、そのお話をね初めてだったからんみたいな感じだった。先生優しくて飛ばしてくれた。結構ねあの間が空いて恥ずかしかったんですけど、ちょっと足みたいな感じで結構あの一人で足してたんですけど、うわどうしようわからんみたいな感じで、ゆっくりね焦らなかったら解けるんですけど、ちょっとパッと答えることは全然できなかったです。シーンってのやつそれな、シーンって、後でゆっくり一人で解きましたとさでもうちの学校結構ね厳しいよ、なんか分かんないんだけどすごくテストがもうめっちゃ何個もあって一日に、でなんか分かんない普通が分かんないんですけど、なんかめちゃくちゃね当たるんですよ。もう本当に当てない先生ほぼいないんじゃないかっていうレベルでめちゃくちゃ当てる先生ばっかりで、中学では結構厳しかったけどここまでめっちゃ当てる雰囲気はなかったのね。そうなんか普通に当てられてたけどここまで当たる感じじゃなくてもうめっちゃ当たるんよ本当に、その1時間で半分の生徒当たるぐらいのレベルでめっちゃ当たるんですけど、2分の1ぐらいでずっと当たっちゃうんですよね。授業内容にもよるけどクラス30人ぐらいかな、1人転校しちゃって29人です。飛ばしてくれ授業出てないからわかんないめっちゃ当てるよねうちのクラス。しかも私さなんか出席番号が何番なのねみたいな見てない、見たことないんですよ。そんなねそんなねうん飛ばしてっていう私の心の叫び、誰か言いに来てほしい、私が当てられた瞬間飛ばして本当にねほぼ当てられる。あのねタワー見せるね、
終わってられる授業ばっかり。現代文と現代文とコミュ絵は合ってなかった。いや、英表と古典めっちゃ当たる。マジで当たります。クラスの半分当たります。しかも毎回テストある。はい、ミュウさん歌はありがとう。いっぱい仲良くなれて本当に嬉しいよ。またいっぱいなさんね。お疲れ様、移動。岡山着いたって書いてた。ああ、いつもありがとう。にゃーって鳴いとるワンコ、猫じゃん。ほら、どう考えても猫だよ。パパ、これね、実物の方がの何千倍も可愛いんですけど、兄さんが飼ってる猫がももちゃんなので、ももです。もう画質が悪いので誰かにスクショ、誰かスクショしてあげて。まあでもまた見せる、全然見せるけどね。パシャッ。ありがとう。またあのスクショなかったら言ってください。もうちゃんかわいしに。ありがとう、かわいい。 Thank you。 かわいさゆくんちゃん、ほんとよかった。あー危ない、倒れるとこだった。足がね、しびれそうな。あ、そうだ、これ見てほしい。見て見て、学校帰りにね、あのね、ゲットしたんだ。早速お友達が送られてきた。あ、よかったよかった。私ね、じゃーん、かわちすぎる、かわちすぎる。これね、今日からだったので、 でね頑張ってこれ取ったの。でも本当は8割ちゃんとセットで2個取ったらシャンプーとリンスになるんだけど、さすがに2個は取れなさすぎて、あの1個で断念したんですけど、もうね、この子だけで我慢した。難しいから何個も取るのは。UFO キャッチャー下手なんだよね。だからこの子で断念。そう、8割ちゃんとセットめっちゃ可愛かったんだよ、ここに。もうこれで毎日お風呂でシャンプー入れて癒されようと思って。そう、クレーンゲームでしかないのよ多分。うん、クレーンゲームで今日からで、そう、なんか片方だけちいかわちゃんで、片方だけなんかそこら辺で売ってるボトルみたいなやつをさ、ちょっとあのあれだなと思って2個欲しいなと思ったけど、ちょっとそこまでは無理だった。かわいすぎる。これはね、私あんまビューティフォーキャッチャー得意じゃないからやらないんですけど、最近なんかやったとしても1回だけお菓子のやつとかやるぐらいなんだけど、これはね、欲しくて。
メルカリですかって、夢のないこと言わないの、自分で撮ってわーってなるんです。メルカリね、自分で使ったことないかわかんないんだよ。かわちすぎる。何回で撮れたっけ。でもめっちゃかかったとかじゃないよ。楽天ショップで4,000円、高っ。あ、セットで、セットで4,000円。そう、取れて嬉しかった。1体4,000円、高っ。4,000円も全然かかってないですね、それだとしたら。全然かかってない、4,000円もそんなかけない、さすがに。そう、嬉しい嬉しい、めっちゃかわいい。でしかも星がいるんですよ。キャワチン。かわいい。嬉しい。撮れてよかった。うん。撮れてよかった。あ、そう、でも店員さんもちょっとずらしてくれたんよ。私が苦戦してて。あー、撮れないって言ってめっちゃもうめっちゃうんって感じだ。シャンプー入れるかな。エッチかかわいいよね、かわいいよね。もう目キラキラしとる、本当にめっちゃ入りそうよね、本当に。うん、甘やかしたい。なんかね、めっちゃね、背の高い女性の、かっこいい女性の方で、そう、もう一個取りたい。もう一個取るお小遣いないよ。もうね、一個でね、取れたからよかったねってなって、ママと。うん、なんか使えない気もする。こんな可愛いのになんかお風呂場に置いちゃったら、なんか下に、下汚れないかなとかいろいろ考えちゃう。怖い怖い。4つ欲しいくらいよ。保存用と使用用。そう、水ってさ結構なんか汚れやすいじゃないですか。そう、毎回水分拭かないとさ、カビカビさんがヤッホーって来るから、こんにちはって言ってくるからさ。うん、でも確かにせっかくさ取ったんだから使おうかなって思ってます。こんばんは。保存用と使用する欲しいよね。なんかさ、みんながさ結構グッズとかを保存用とかにしてるのを 見始めて、私も確かにと思って、なんかわかる、みんなの気持ちをすごい理解することができた。私も確かに保存用と飾る用、見る用って欲しいなって思った。そう、鑑賞用と予備と予備の予備用めっちゃあるやん。安否も、安否も結構やってそうやけどな、これゲットしてそうだけど、どうなんだろう。クレンディームするのかな。使う用、保存用、普及用。いいよね、あると使えるよね。なんか心置きなく使えるっていうか、なんかさ、使用用もうがっつり使えるじゃん。でも1個とか2個しかなかったらなんかあーって大事に使っちゃうじゃん。だからなんか思い存分に使えないというか。安心。わかるわかる。こんばんは、こんばんは。
今日1時間終了ね。ちょっと明日早いので大事に使える。そう、大事にはね使うよ、もちろんもちろんけどなんて言ったらいい、心置きなく使える。そう、セーラー、セーラーだよー。数量限定品は、あ、一つしか買えない。確かに明日ね、2公演ある。でもね、2公演じゃないや、1部やって、で2部が結構時間空いてて、めちゃくちゃ何しようっていうくらい時間が空いてる。たくさん送られてくる。いやいや、ありがとう、気持ちが嬉しい。チカーランド行けない、予約ない、持ってない、誰か予約冗談。このアイドルさんどうなんだろう、見れるのかな、わかんない。ご飯そう食べる、そう、なんかね食べたいよね、なんか。明日やんちゃんねいないから、ちょっとメイクしながらの話し相手が明後日からは一緒なんですけど、コール忘れた。忘れるよね絶対。びっくりしそう久しぶりに聞きすぎてびっくりしそう。でも課題やりたいな途中。トークショーもね楽しみにしてる。何回ぐらいフェスしてる。でもだいぶしたよね、もう結構多かったかもしれない。研究生と同室、でもないんじゃないかな、 2-2 で多分 2-2 か1、最近一人部屋も多いので。そう、でも一人がいいな。6時まで一人部屋怖くないよ。二人だとさ、お風呂問題があるので、あのどっちが先に入るかっていうのがあるので、一人が好きかな。どうだろうまだわかんない。こんばんは、明日も好きを届けます、待ってます。じゃんけんで決めない、どうだろうな、その日のあれによるな。なんか一人部屋お化け出るよ一人部屋が、そう、私結構なんか自分のルーティーンみたいな結構あって、自分のそんなに人と一緒だったらそんなルーティーンしないんですけど、結構私なりのルーティーンがあるので。あ、9時過ぎてる。そう、お家の時もね絶対一人がいい人だから、そうなのよ。ではそろそろ読みましょうかね。頭からでもなんかルーティンっていうか、なんだろうな、結構さっさと動いて、結構メンバーとかが配信してると音が立てれないので、なかなかさっさと
ね、お互いにね、私が配信してる時も相手の子は絶対静かにしてくれてるので、お互いに気遣い合っちゃうから、そう、そういうの結構さっさってやるので、一人だとそういうのがあるかな。そうね、一人は一人で楽しむし、二人の時は二人で楽しんでるって感じかな。ホテルの時はメンバーと。そうそうそう、気を使うのがいいな。嫌っていうか申し訳ないなっていう、音立てちゃったら。私結構袋に服入れてたりするのでガサガサ鳴っちゃうんよ。そうだから申し訳ないなっていうあれです。うん、めっちゃでも気は使ってると、自然にね失礼になるのが申し訳ないから。こんばんは。それでは読んでいくよ。無意識に音立てちゃった。そうそう、気にしちゃうからね。もうごめんねってなっちゃうから。袋でっていうか、あのキャリーケースの中に、袋の中に服を入れてて、そうだからそれがガサガサなっちゃうそれでは読んでいきます。幻さんありがとう。トラッキーさん、モンブランありがとう。ミミンさん、シュクリームありがとう。ユさん、シュクリームありがとう。深緑さん、かわいありがとう。ドラガンさん、ケーキありがとう。マピオノピーさん、星ありがとう。そう、小分けにしてるよ。そうそう。13位のモガロ侍さん、ありがとう。制服持ちに萌え、ありがとう。12位のヒロピーさん、ありがとう。11位のケイステンさん、ありがとう。明日は初の超絶かわいもちゃん、言える。待ってるね、ありがとう。10位のワプラノッピーさん、ありがとう。明日だって配信でもじゃ見えない、ありがとう、待ってるね。9位のミュウさん、ありがとう。俺ありがとう。小倉駅まで着くまで寝ます、おやすみ、ありがとう。10位のドラガンさん、ありがとう。最強ポニテでセーラーも可愛くてキュン好き、ありがとう。7位のゼタさん、ありがとう。セーラーも可愛い、明日頑張ってきてね、頑張ってくるね、ありがとう。6位のトラッキーさん、ありがとう。5位のタカヤンさん、ありがとう。4位のフミアトマクフフさん、ありがとう。3位のペースさん、ありがとう。おにぎりマークついてる2位のマークさん、ありがとう。1位のトシさん、ありがとう。世界一モカが好きでもいいですかぜひぜひ、ありがとう。てこいて、ありがとうございました。今日も楽しかったです。お話し会も待っとるね。ありがとうございました。バイバーイ。